こんばんは、ミスターまゆめさん、速稼塾の久保でございます。今日は私のね、お宅の小部屋からお届けしております。まあちょっと一角しか見えてないんですけども、この中には1万冊以上の漫画本ですとかね、あと DVD とか CD がさらに数千枚あるわけなんですよね。びっしりと敷き詰まっております。まあ今日はね、なんでここからお届けしたかと言いますと、例えばね、そうですね、何行きましょうかね。これ行きましょうか。もう絶版ものでございます、これね、キャプテンハーロックね、全5巻あります。で、一部ネットでは高値をつけてるというね、宇宙戦艦ヤマト全3巻でございます。これもかなり貴重品でね、手に入りにくいということでございます。秋田書店でございます。それからね、まだありますよ。これはまあ手に入るやつですけども、私が少年時代、もう本当にね、野球漫画といったらこれだという、プレイボールとキャプテンの実写版、はい。でこれもね、すごいですよ。プレイボールはプレイボール1とプレイボール2がセットになってるブルーレイでございます。その他にもね、なんかね、紹介したいのいろいろあるんですよね。これどうでしょうか。 NHK で大人気だった不思議の海のナディア CD ですね。これにね、アニメの CD も全てあります。全て。これは貴重品です。ランボー怒りの脱出 CD ですね。ということでね、これ延々と紹介してもしょうがないんですけども、今回ね、ミスターマイアミさんの足の踏み場もありません、メルカリで出品してますんで買ってくださいっていう動画に対して、マイアミさん、そこまでやるならメルカリの出品の紹介を動画でやるならね、なぜ YouTube で直売しないんですかってことなんですよ。 YouTube で、はい、これ3500円ですって売ってもいいわけですよ。こうやってね、ページをめくりながら、パラパラとめぐりながら、それこそメルカリの限られた写真のスペースよりも、メルカリの限られた紹介の記事の、なんですかね、文章よりも明確に伝わるんじゃないかなと思うんですよね。こういうのもありますよ。私、宇宙戦艦ヤマトの超合金でございます。これがコントローラーでね、リモコンになっていて、電波でこれ手法が動いたりとか波動砲を打ったりするわけなんですよ。ちょっと今こう片手なんでね、できないですけどもね、そういったのがありますと。要するにこう商品をね、360度ぐる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 回しながら細かいところまでご紹介できるのが YouTube なんですよ。ということで、一つアドバイスをするとすればね、まとめになりますけども、まあメルカリで出品しているところを YouTube で出すくらいだったら、 YouTube で直接これ5000円ですみたいな感じで、まあ3分か5分ぐらいでね、商品の説明をしながら販売するってのはどうかなと思うんですよね。いやー、こんな感じですね、今日はね。はい、また動画を送ってください。